明治北海道トカチオーバルは北海道帯広市にある屋内スピードスケート場、スケートのナショナルトレーニングセンターに指定されている。施設名称は命名権を獲得した明治入業によるもの。2009年9月1日使用開始、帯広の森運動公園にあり、日本国内では長野 m ブに次ぐ屋内スピードスケート場として会場、スピードスケート競技に加え、 中地多目的広場は、フットサル、テニスなどを行うことができ、外周を利用したランニング走路も設置されている。前身は1985年会場の屋外施設、帯広の森スピードスケート場であり、多くの国際、国内大会を開催してきた。1998年に長野、オリンピックスピードスケート男子500メートル競技で、帯広市出身の清水博康が、 金メダルを獲得。これを契機として、屋内スケート場の建設構想が持ち上がり、同立施設誘致を働きかけるが、北海道が財政難を理由に設置困難を示した。さらに、環境問題により製造中止となった冷媒フロンの在庫期限が迫る中、帯広氏は単独整備へと方針転換した。その後、国、道の補助が決まり2007年6月から、 全面改修が始まった。帯広の森スピードスケート場明治北海道、トカチオーバル400メートルリンクは国際連盟企画 C タイプ、リンク幅15メートルとなっている。中地と目的広場は120メートル34メートルあり、フットサル場3面分割、テニスコート6面分割などに使用でき、広場の外周に昇降式防球ネットを設置している。また、 建物の高さが20メートル弱で、比較的コンパクトな設計であるため効果的な室温調整が可能となっている。公衆無線 LAN 使用可能。明治北海道トカチオーバル会場号を記載。北海道旅客鉄道帯広駅からバスで約40分。明治北海道トカチオーバルに関するカテゴリー。ありがとうございます。